こんにちは、小物レイクです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。この度私たちのセカンド EP Justified が出ましたので、イエーイイエーイ、コモラジボリューム9で6分で解説していきたいと思います。しゃあ、もう1曲目かかってるからねこれ、はい、早速やっていきましょう。これはね、お願いします。帰り道。帰り道、いやこれ好きだ、うん、新曲ですよ。切ないくない？切ないっすよね。そう考えると帰り道ってすごい切ない存在なのかもね。帰り道そのものがちょっと、うんうん、何かが終わって家に帰っていく、うん、いやこの何チャーンってやつ、ピアノキーボード的なこれやっぱりなんかスカイトピア節がね光ってますね。本当ですか、うん、ありがとう、嬉しいな。でもここ好き、ブブブブってベースでですね、うん、このカンビの歌詞も、ね、このサビの、ね、あー終わっちゃったおこれね大人気センチュリーですねなんか大人気らしい、うん、大人気大人気です、うん、なんかすごいキャッチーで一番なんかポップスというか、うん、ストレートな、うん、そうそうそう、ポップス的な曲にはなったかなって。 J-POP 感ある、うんうん、これなんでセンチュリーっていう名前だったんだっけ、ね、世紀末っていう単語が入っててスカイトピア提案でセンチュリー拾ってくれたぞ、うん、世紀末、うん、センチュリーってその100年っていう意味以外にもとにかく100っていう意味があるみたいで、そういう意味でもいいタイトルかなって一瞬思ったりもしました。100あ、つかの間ですね。これはあの僕が加入してから初めてのシングルですね。ですね、ですね、ですね。この EP で一番古い曲だね、うん、あれに。でもこれいいよ、グルービー、うんうん、ちょっと思わずね踊りたくなるような感じになっていたら嬉しいです、うんうん、いいねもうシティ感、シティ感があるよね。引き入ってしまったっていう、うん、なんだろうな、やっぱりこの曲ぐらいからなんかこの揺れるグルーヴってあるじゃないですか、その縦のグルーヴとこう横の揺れというか、うんうんうん、それをねすごい意識して僕もビートを作って、うんうん、こうシェ、なんていうんだろう、シャッフルビートとか言ったり、うんうん、でクロジと一緒にやりたかった。この曲もそうだね、この曲も新曲なんだけど、うんうん、ちょっと今までの縦乗り、スカイトピアの縦乗りはクロジと一緒にグルービーな曲を作りたい。グルービー出てる、なんかこう深淵じゃなくてこう楕円形みたいな感じですねちょっとイメージしてもらえるといいね。あのちょっとこれ本物解説完備お願いします。あ、解説、そう新曲ですね。これ結構あの幼い頃の記憶を思い出しながら歌詞書いたんですけど、幼いっていうのポイント、お、うん、確かになんか内緒だよとかね、あのグミ買ってとか、うん、でなんかもう全然小さい頃の友達とか全然会わなかったけど、はいはい、会わなくなったけどその時仲良かったっていう事実はとか気持ちは本物だよ、うん、みたいなのが込められてる実は。すごくいいセリフで、うんうん、次の曲に変わってしまいましたこれね、これはもうなんかうちらの中でもこう自信のある曲というか、うん、あの周りの人も結構好きでいてくれてる、うんうん、人は多い曲だよね、うん、ジャスティファイド。これはもうとにかくやっぱ MV がかっこいいよ ね、うん、撮れてよかった、うん、もう思い出、思い出、思い出だね。みなとみらいというか、あのエリアなんていうんだっけ、みなとみらいじゃない、豊洲、豊洲、豊洲に監督と一緒にドライブで行って、懐かしい、でも外に出て撮影したんだけど、もちろん、うん、もうとにかく寒くてね、うん、なんか風すごいし、その風が凍って風みたいな、うん、全然曲じゃなくてあの思い出になって結構あの寒さがあのこう最も辛いチャレンジの一つだったね、うん、あのここ最近で、ね、いいわ、あ終わったんだ。
最後の曲ですね。いやこれ一押し、一押しの、ね、目覚め、もう全曲一押しですね、うん、まあ、そうです ね, 本当ですよね。俺もちょっと歌詞気になるけどね、いろいろ、うん、線路のそばチョコレートの切れ端、まあ歌詞に脈絡はないねこれはもう単語で決めてったって感じかな。そうそうそう、もうよくわかんない世界のことだから。これでもベースもこだわってるよね。めっちゃもうめっちゃこだわりましたね。なんだろう、感想がめっちゃ長い中でその演奏、ベースの演奏とかが、うん、はい、映えるって感じ。あ、嬉しいね。めっちゃいい、黒字的 R&B ベースって感じしきました。ちょうどねこの感想でフェイドアウトしてしまったので、うん、あのぜひ続きは音源で聞いてください、うんうんうん、ぜひ聞いてください、ぜひぜひ聞いてくださいというところですが、はい、以上6曲6分で終わり。あっという間でした、ね、あっという間でした、はい、じゃあさようなら、さようなら、バイバイ。